はい、ガジャマルです。1円の iPhone を契約したけどそろそろ2年経ちそうって方も多いと思います。2年前の実質のキャンペーンを見てみると iPhone 13 mini が1円や iPhone 12が2年間月々1円で使えるキャンペーンをしていました。その後に iPhone 13 と iPhone 14 の2年間月々1円もあってお得に iPhone が使えていましたが、24ヶ月目からは端末代の支払いが必要になってくるので注意が必要です。例えばこの iPhone 13 を2年目以降使い続けると端末代の残価が 68,640円なので、それを24ヶ月で割って2年間月々2,860円支払っていくことになります。それで実は2年前くらいに契約している方はかなりお得なんです。これを見てください。同じキャンペーンの iPhone 13 の実質1円なんですが、契約した時期によって残価が違うんです。上側は先月の年末の時期の残価です。96,400円になっています。それで下側は2年前の家電量販店の残価です。68,640円となっています。それからイベント販売で契約した場合に残価が55,457円というのもありました。なので今一度2年経ったからすぐに返却と思わずに、ご自身の2年目以降の残価を調べてみてください。 Apple Store の iPhone 13 の値段は 95,800円なので、2年前の実質1円で契約した方は残価が6万円ほどなので、返却せずに残価を先払いして購入して自分のものにしてしまうのもありだと思います。それから残価を調べた後、買取価格も見てみましょう。買取で有名なイオシスの iPhone 13 の買取価格を見てみると、中古で66,000円から52,000円となっています。丁寧に使っていても小さな傷で減額もあるので、だいたい6万円ほどと仮定すると、イベント販売で購入分だと残価を一括清算しても損はしないです。むしろ iPhone の状態によりますが得する場合も考えられます。家電量販店での契約分だと状態良くても中古買取価格には届かないですが、先ほどの2年目以降の月々2,280円を支払っていくことを考えると、68,640円の残価を先払いで支払って自分のものにして使い続けたり途中で売却したりしてもいいと思います。ガンガン使って傷やバッテリー残量が 80% 近くになっている方はリセールバリューを期待できないので、返却する方が無難だと思います。はい、ということで今回は1円スマホの返却についてでした。いかがだったでしょうか。2年経ってすぐに返却とは思わずに、今一度残価を確認して残価先払いで自分のものにする方が得なのか、返却した方が得なのかを見極めてもらえたらと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。